変法蝶々は西洋音楽における蝶の一つで変法と主音とする蝶々である。調合はフラット3箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の根音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名同音的に変えられることがある。調合が三箇所であることから、古くから三位一体につながるとされた。シャルパンティエは残酷さや厳しさを表すと述べ、マッテゾンは非常に悲壮な感じを備えている。真面目で、しかも訴えかけるような性質を持つと述べている。古典派時代、ホルン教僧局で頻繁に用いられた調整である。2より低い調べのくだでは、 完全にストップしたサイのピッチの上昇は半音より小さいので容易に半音階を演奏できるが楽器の反応が鈍くなりソロ奏者には好まれなかった。と感より上ではストップのサイのピッチの上昇が大きくソロの演奏には向かない。アルトサクソフォンやバリトンサクソフォンといったいい感の楽器ばかりでなく変路調の管楽器にとっても演奏しやすい調べであるため 吹奏楽などでは変路蝶々と並んで頻繁に用いられている。ベートーベンが生涯愛した蝶でもあり、ベートーベンの変歩蝶々が使用されている作品は飛び抜けて多く、名曲と言われるものがほとんどである。主な作品等。また、ベートーベンの公共曲第3番、英雄の完成以後、英雄の蝶と定着した。例えば、ウルトラセブンの歌など、現代でも、 同様の傾向の曲に使われることが多々ある一方、フラットが3つあるので子供が演奏するには難しくなるのが難点である。ピアノにとっても演奏しやすいことから、ロマン派の作曲家も変歩蝶々の作品が多い。カテゴリー、変歩調調を参照。ありがとうございます。